抜き足しアニメ化に熱いものを覚えたマエストロの反応集。地上波？地上波デビュー？敗戦国の末路。エイプリルフールはまだ先だぞ。チキンレースやめろ。カラミニーションかおら。地上波の基準がよくわからなくなってきたよ。アニメ業界の原作枯渇が限界に来たと明示化されたのが今日だ。最も恐れていたことが始まろうとしている。お前変な薬でもやってるのか。こんなの僕のデータにないぞ。バキドウのおかげ、野田クリスタルのおかげ、画面の大半が黒塗りになりそう。セリフはピー音入れまくるの？何言ってるのかわかんなくなりそう。元から何言ってるかわかんない作品だからセーフだろ。テキストの頭が悪すぎて逆にライターの高い知性を感じることができる体験はこのゲームが初めてだった。こんなに頭悪い単語がいっぱい出てくるのは語彙力めちゃくちゃ高くないと無理だからな。発売前のカウントダウン動画でライターのネタ帳読み上げがあったけど、あれをずっと考えて書き留めるのは気が狂えそう。監督が精神崩壊しそう。忍者スレイヤーを復讐譚として楽しんでる人とトンチキ日本パロディとして楽しんでる人がいるように、抜き足しもシリアスなストーリーを楽しむ人とトンチキスや掛け合いを楽しんでる人がいるだろうし、どっちの要素も削れてほしくない。スピーディーな会話の応酬が魅力。公式マスコットの着ぐるみがある。今の子供は小さい頃からネット文化に触れている。以上の理由からおはした枠が妥当だと考えられる。抜き足しの意味を教えてくれよってガキに言われたらどうするんすか。抜き足しすること。何って、抜きゲーみたいな島に住んでる私はどうすりゃいいですか。デイミアン、他借りてしこる主人公が地上波に出れるわけないだろ。え、夜遊びがオープニングを。ああ夜遊びってそういう。朝から喘ぎ声聞こえるだろこのゲーム。夜遊び成功。夜遊びスケベ。余熱だろ。余熱をなんだと思ってるんだ。親方の CV が名義分けしたみたいに、夜遊びと米津もそれぞれ綾瀬と八名義ならいける。主題歌はハメドリくんの皮をかぶったマンウィズアミッションにお願いするパコ。ポルノグラフィティとかいいハメね。よく見たらタイトルから抜きゲート貧乳の書消されてる。抜きも足しもなくなってるじゃねえか。戦後の教科書かな。これじゃあまるで抜きさんが映しちゃいけない人みたいじゃん。さすがにテレビアニメではねえだろ多分。でもなんか角川に言ってるんだよなあの鳥。角尾中川さん、警察は角川を薬の抜き打ち検査した方が良いと考えられるが。なんていうかピンクパイナップルとかじゃなくて角川が関わってるのが恐ろしい。コミカライズが集英社だったことと比べると角川は後ろ盾として随分ランク落ちるな。集英社の後ろ盾なしにゴーイングハメリー号はやれるのか。どっかで独占放送とかはやめてくれよ。ディズニーに独占されちゃうハメ。まあハメドリくんも薄目で見ればドナルドダックに見えないこともないしな。目つぶれてない。 NHK に決まってるだろ。そりゃもちろんマッパしかねえだろ会社名的に。やはり総旅枠か。抜き足しってそんな人気作品なの？いや好きだけど。人気かどうかで言うならここ10年でもトップクラスの人気だぞ。多分だけどエロゲーの中ではフェイトの次くらいすごい人気だとは思う。エロゲーなのになぜか中高生に大人気のエロゲー。18禁なこと差し引いてもこれ大好きな中高生はもうダメだろ。なんかオトワッカのせいでキッズ知名度がめっちゃ上がったと聞く。まあ少子化だしこういうアニメが流行ることもいいかもしれない。 M1 優勝者もおすすめするエロゲー。フリーレン鬼滅スパイファミリーに肩を並べる時が来たか。地上波で流せるようにしたらそれはもう違う作品なのよ。やってくれるのは嬉しいけどゲームのあの空気再現するのは絶対無理だろとは思う。クスぐらいならガンダムシードだってしてるから。射精管理の影響で島に落ちてくる隕石を射精で破壊しようとするときにマニラから師匠の射精が飛び立つシーンが映像で見れるのか興奮する。イクイク精子がつくつく帽子に改変されたりしちゃうんだろ。うだしバケツリレーとかどう差し替えられるんだろう。頭おかしくなりそう。ハラメオラとか放送コードに引っかかりそう。ハラメオラーのない抜き足しなんてバンズのないハンバーガーだよ。無人をハラメオラー。エビュアーズとか不徳とか魔法アコいけるならいけるよな。最近のアニメって下品なの多いし誤差だろ。なんかこのアニメはエロすぎて無理だろってよく言われてるけど、言うほどエロい作品って地上波で流さないもんでもないよね。別にバカみたいにエログロなアニメ今でも全然地上波でやってるし、抜き足しも問題ないだろ。
マジな話下ネタという概念が存在しない退屈な世界がアニメでやれた以上、あれの逆パターンである本作もアニメ化はできるはずだ。もうこうなってくると、隠獄団地とかも余裕でアニメ化できるんじゃないすか？なんやかんや本筋を抜き出してみると多様性や他人の価値観を許容して否定せず生きていこうって流れだから実はなんとかならない？本筋だけならそりゃなんとかなるよ。話の筋だけ見たらね。裏筋はまずいはめねえ。エロすぎてじゃねえんだよこれの場合、過欲すぎんだよこの作品。これはエロ以外の要素もアニメ化に向いてないものが多すぎるんだ。正直扱ってる題材が目をつけられるとクソ面倒なやつだからな、エロ抜きに。昔前のエロゲみたいなものもウス系じゃなくてマイノリティの生きづらさとかリアルに変えちゃってるからそこも物議を醸しそうというか、なんならそれとエロを絡めたことで一部界隈のお怒りを返そうというか。ドラが SS 率いてるとかそういうところの方がダメ出されそう。何ならエロ全部取っ払っても LGBT と泣きネタがね。エロで茶化してるからいいけどこれ地上波でエロ縮小ならただ面倒くさいお気持ち出されるアニメになるぞ。この作品ぶっちゃけ絵面よりセリフの方がはるかにアウトラインを超えている。はーい、やっぱり赤ちゃんだけあって思想も赤いのね。ダメだな声。よく考えたらジャンプ漫画だから余裕だったわ。クスセックスなアニメなら週末のハーレムとかもあるし、大手他社したネタパロラグまみれの方がきついやつだこれ。まあ正直嬉しさ3割不安7割くらい。いやなんつうかまあまあ拒否感がある。エロゲのアニメ化って言っちゃ悪いけどナロー作品のアニメ化より信頼感じないぞ。セックスするエロありきの作品だから地上波でナーフされるの確定だからそりゃ心配にもなる。多分ダメだろうなって、よほど監督が優秀じゃないとアニメに料理できねえ。エッチじゃないのはダメ、死刑。むしろこれのアニメ化とか成功するルートが見えるのかお前は。抜き足しを憂うものが出てくるの面白すぎるだろ。もうアニメ化までいけちゃったって事実だけをネタに使うのが一番美味しいまである。むしろこいつはアニメダメだったらダメだったで後のゲームでギャグに消化できるからある意味無敵じゃねえか。会長の声優引退してるけどさすがに声優全特化なのか。その場合育子役の人は新ドスケベ音頭歌うことになるが。そもそもドスケベ音頭ってアニメに流せる歌詞じゃなくない？インコ出してッコはめてよよいのよい。まずッコとかって本来公に叫んで良いものなんだっけ？もはやもうそのラインがあやふやなんだけど。ぶっちゃけ声優さんの切り替えが起こるのはまあいい。こいつのどこを映像化していいと思って持ち込んだ、そして受け入れた。エロゲのアニメ化いつぶりなんだろう。マブラブ以来なので1年ぶり、CS を挟まずのアニメ化だとよすがの空以来かも。トレンド1。トレンドでもこの始末。抜きはダメなんだ。ボットで運用してるトレンド便乗インプレ稼ぎ赤がアカウント名やハッシュタグに抜き足しとかハメドリくん入れてて笑う。すげえ色毛先進国じゃん。抜き足しのアニメが見れるなんて生きてりゃいいことあるもんだな。こんなことを良いことにカウントするな。もっと人生の幸せを感じろ。生まれてずっと地下室に監禁されてました。お前は娯楽をエロゲしか許されてなかったのか。変態プリズンの方がまだアニメ化しやすそう。有名ソシャゲとコラボとかもできそうだな。スマブラ参戦が近づいてきたな。ジャンプオールスターゲーに抜き足しが参加しちまう。アーマーハメドリくんがスパロボに出れる可能性も。ただのスケベ条例じゃねえぞ。実質ドリトライがアニメ化したようなもんだな。作画ヤバそうだけどこれどこが作るの？まあまともな会社がこんなのアニメ化するわけないし、経歴に傷がつくわ。貴様、紙媒体で連載した集英社を愚弄するか。ウルジェンを曲がりしてだけで元の漫画は集英社関係ないパコ。そういやもともとウェブで連載しててウルジェンにも載せる流れだったっけ。まさかスティールボールランより先にアニメ化するとはね。ドスケベ声優の皆さんもまさかジャンプに乗ってアニメ化するとは思わなかっただろうな。世界も捨てたもんじゃないな。捨てたもんだからアニメ化できたのでは。もう終わりだねこの国。アニメ化はめでとう。マシュマロにてリクエストありがとうございます。